奈良国際映画祭2022が開催されます。おめでとうございます。長瀬正俊です。この映画祭は数年前に学生部門の審査員をやらせていただいたりとか、2年前にありがたいことにアンバサダーのお話をいただいたりとか、僕にとっても特別な映画祭の一つです。この映画祭の特徴はやはり若い世代、未来に目を向けているということと、たくさんの素晴らしいボランティアスタッフの皆さん、そして地元奈良の皆さんに支えられて作られている映画祭だということだと思います。僕もまた皆さんに出会えるように、再会できるように、楽しみにしています。それでは。日本最大級のアート映画の祭典、奈良国際映画祭2022。世界中から厳選した若手監督作品のインターナショナルコンペティション、そして数々の国際映画祭の作品が上映、次世代の映画界を担う若者が活躍する奈良ウェーブとユースシネマプロジェクト、女性監督たちによるグランボヤージュウィズアフリカ、本土復帰50周年を記念した沖縄特集や特別招待作品など、奈良国際映画祭2022。